今回は体が硬くても楽に飛ばせる魔法のような握り方についてお話をしていきます。その握りをするとクラブの動かし方っていうのが非常に理論的になってくるんですね。ぜひ最後まで聞いていただいて参考にしてください。まずその握りのお話をする前にクラブがどういうふうに動くかおさらいをしていきましょう。クラブというのは基本的にグリップを引き続けることでフェースの向きが安定したりスイング軌道が安定しやすくなります。これをクラブヘッドから動かそうとするとフェースの向きが不安定になったりスイング軌道が不安定になるということなんですね。なのでまず大事なのはクラブを引き続けることが大事だよ。またクラブを加速させるというのも基本的にはグリップを横に引っ張っていく動き、そうするとクラブはだんだん早く振れてますよね。またグリップを上に向かって引っ張る動きをするとクラブヘッドの加速にもつながってきます。これをグリップを下に下げる動きっていうのはクラブヘッドが地面に落ちてしまったり実際落とさなくても動きが止まろうとするのが分かると思います。なのでグリップっていうのは横や上に引っ張っていく、なので斜め上に引っ張る動きというふうになってくるんですね。まとめるとグリップは引き続けながら斜め上に引き上げていく動きをするとゴルフクラブっていうのはすごく安定するわけなんです。ということでじゃあどのように握ったらそのクラブの動きができるのかというのをあなたも実験してみてください。右手左手それぞれ調べていきます。まずグリップのおさらいです。グリップのロゴマークに対して親指をまっすぐ上から当てた状態、これがウィークの左手の握りになります。それより少しだけ右側に動かしたのがスクエア、シャフトを横から握ってる形、もうこの文字からするとかなり右に親指がずれた形、これがストロングというような握りになってきます。まずウィークロゴマークに対して親指が真上ですね。この状態にして引っ張る動きをしてみましょう。こうすると人によっては大丈夫な人もいるんですけれども、私なんかは手首を怪我してた過去もありますのでかなり手首が小屈の状態になりしんどいです。引っ張るだけでもちょっと力が指に入ってくる感じがします。次に少し右側にずらしたスクエア、ウィークよりはマシな感じはしますがまだ引っ張るのちょっと力がいりますね。次にストロングとやると親指も手伝ってくれてるせいなのかすごく横に動かしやすいです。次に右手でも同じことやっていきます。右手は上からかぶせていくようなのがウィーク、それに対してちょっと右にずらしたのがスクエア、下から横から握ってるかのような握りがストロングの右手の握りになっています。まずストロングの方でグリップを前に引こう引こうとしていきます。そうするとかなり腕を内側に入れ込んでやらないとグリップから動かしづらく、ちょっと気を抜くとクラブヘッドから動かしたくなるような握りですね。それでは少し内側に手を回してスクエアグリップ、こうすると先ほどよりグリップを前に前に引っ張る、グリップを引っ張るというか押していくという形ですよね。しやすいです。ストロングよりは全然しやすいのが分かると思います。じゃあ次にちょっと内側に入れたウィーク、ウィークはウィークでちょっと腕を内側にねじってるせいかかなり前に押すのに力が入らないのに力を入れたくなるという感覚ですかね。ぜひこれあなたもやってみてください。
というわけでクラブをまず横に動かすという段階では左手がストロング、右手がスクエアの方がいい感じがしました。次にクラブを斜め上に引き上げていく動きですね。これもそれぞれのグリップで試していきます。ウィークで握った時はやはりかなり小屈した状態からリリースなので加速はしやすそうな感じはしますが、やはり手首に張りを感じるのでちょっと怖いなという感じはします。そしてこれが スクエアになると、まあ、やはり一緒ですね。ウィークの時よりはマシですけれども、ただなんとなくスクエアの方が左手フォローで詰まった感じっていうのが手首にあるなという感じがしますね。で最後にはストロング、やはりこれはもともと横に動かしやすかったグリップだけありますし、その分フォロースルーでも左手が甲側に軽く折れた形にはなってきますが、この方が手首使いやすいというか楽に動かす感じがイメージしやすいです。さてそれでは同じように右手もリリースしていきます。グリップを左の上に向かって引き上げていく動作なんですが、まずストロングからいってます。ストロングからやるとこれはかなりしんどいですね。フォロースルーでクラブの動きとしてはこのように引き上げていきたいのですが、右手で振った時にグリップを左に上に引き上げた時というのはフェースの面というのはこのシャフトより左側に来ないようにクラブを引き上げるとまっすぐ打ちやすい軌道になってくるのですが、ストロングで握っているとこうやって手をこねて返した方が手首には楽ですね。ということは引き上げる動きというのが曲がる動きにつながる可能性が高いです。次にスクエアで握っています。やはりこっちの方がやりやすいですね。フェースも大きくは返ってこないです。で最後にウィークですね。ウィークでやってあげると、ウィークもフォロースルーのちょっと手首がしんどい感じがしてうまくやりづらい、引き上げづらい感じがします。というわけで長々お話をさせてもらいましたが、結論を言いますと左手はストロング、右手はスクエアというバタフライグリップというので握っていただくとクラブを引っ張りながら引き上げる動きというのが非常にやりやすくなるんですね。簡単に言うと左手と右手をちょっと内側に絞ったような形、そうすると腕を内側に絞った形なので脇もキュッと締まりやすく三角形キープっていうのもしやすくなってきます。なので私はバタフライグリップでスイングをしていくのをおすすめしていきます。それではこれからこのバタフライグリップでどのように練習していったらいいかのお話をしていきます。それでは練習方法です。やはり大事なのはインパクトの時のグリップを引き続けた左手のストロングの形とインパクトを押してった右手の形がすごく重要なので、右手の角度に注目していくと分かりやすいかなと思いますので右手の角度に注意していきます。でこの形っていうのをトップの位置でもちゃんと作れるようにするということは、トップの位置は少しレイドオフというかクラブを倒した角度が大事になってきます。なぜクラブを倒さなきゃいけないか、角度が一緒だったら立っててもいいんじゃないかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、これ立ててしまって上から下に振ろうとするとフェースが開きやすくなってしまうんですね。また上から下の軌道が強いとクラブを下に下ろしたくなるのでダフリ、それを嫌がってカット軌道、さらに嫌がる人はうまくちょっと内側に入れながらインサイドアウトがきつい状態というような悪いスイングになってきやすいですので、トップの位置は少し寝かせる方がいいよ、その方がそのままインパクトに持ってくることがしやすいんだよ、ここがポイントになってきます。なのでまず今日はインパクトの形を作っていただきます。インパクト、右のかかと少し浮かして体があんまり突っ込まずその場で回ってハンドファーストの状態ですね。でここからバックスイングのトップの位置、
そうするとかなりフラットな状態になってきますが、この位置が正解です。この位置からスイングというふうに練習やっていきます。構えてインパクトの形、そしてバックスイング、インパクトというような流れでやっていくんですね。インパクトの形、バックスイング、インパクト。これに慣れてきましたら、普通のアドレスから構えてトップで止まる、この時にちゃんとレードオフになっているか、クラブが倒れているか、ここからインパクトというふうにやっていきます。もちろんダメな例としては、クラブをバックスイングで上げた時にかなり立たせてしまっている、これは一回チェックをした時に分かりやすくなってくるので、トップで一度止まってこの位置で大丈夫だなっていうのをチェックしていきます。また打った後も非常に重要で、引っ張ってからリリースすると手首の角度というのはある程度保たれている状態ですね。インパクトの状態からくるっと回したぐらいの感じになっているのですが、これがクラブヘッドを加速させてしまう人は、レードオフにしててもクラブヘッドで打つっていうことをしてしまうと、このように球がいきなり左に行ったり、手首かなり右手伸びてますよね。一直線になってるぐらいになってます。この手首だとクラブヘッドを動かしてしまってるんですね。グリップを引き続けてから引き上げてフォロースルーを取る動きではないよということになってきますので、フィニッシュの角度、ここもチェックしてあげます。というふうに今みたいに引き続けてからリリースができたら、手首の角度しっかりありますよね。ここがポイントになってきます。どうしても飛ばなくなってくると、クラブヘッドで一生懸命叩こうとするのですが、これはもうクラブの動きを止めてしまっていて、また冒頭でもお伝えした通り、フェースの向きやスイング軌道がずれやすくなってくるので、タイミングでしかなくなってくるんです。タイミングでしかないと、どうしても無意識に加減してしまって調整をしているはずなので、そうではなくて引き続けて立ち上げる動きができてくると、曲がらないスイングになってくるので、そしたらちゃんとトップの位置さえ間違えずに振ることができると、どん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 クラブを引っ張り続ける動きだけやれるので、今まで体が硬いと思ってた方も、回さなきゃスイングができなくなってくるというところで、スイングも回るようなスイングになってくるんですね。クラブヘッドで当ててる方は打ったら終わってしまうんで、フォローもフィニッシュも取れない形になってきます。それを体が硬くなったせいだと思っている方が非常に多いですが、体の動かし方はクラブの動かし方が変われば全然変わってきます。最初は慣れないことをするので、当たらない、そして飛ばない可能性も非常に高いです。ただこのクラブの動かす原理を分かっていただいているのであれば、引き続けることがフェースの向きやスイング軌道が変わらない安定する方法だ、そしてグリップを引き上げる動きでクラブをどんどん加速させていいんだっていうふうに分かっているはずですので、思い込みながらどんどん練習をやってほしいです。そしたら必ず結果はついてきます。ちょっと時間はかかりますけれども、練習に取り組んでみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。通知をオンにするにしていただくと、確実にあなたに動画の配信、その他のお知らせが届きます。こちらも合わせてよろしくお願いいたします。 LINE の配信も行っております。 LINE では YouTube では語られないゴルフ上達のためのポイントというのが知れます。レッスン会の開催も LINE でお知らせしておりますので、ぜひ登録してください。YouTube のライブ配信を利用してレッスン会を行っております。このレッスン会に参加していただくと、コメントで私に直接質問することができます。またスイング動画を送っていただけると、私がそのライブレッスン内で分析解説をしております。このライブレッスン会は月に2回開催予定です。ぜひご参加ください。 YouTube メンバーの登録もぜひよろしくお願いいたします。こちらではラウンドで使えるショートレッスン動画の配信、また YouTube メンバーの会員さんにいち早くレッスン会の
お知らせ、そして優先案内というのを行っております。その他 YouTube メンバーの方が喜んでもらえるような特典というのもこれから少しずつ増やしていきます。よろしくお願いいたします。それではまた。